トムです。マコトムハピハピチャンネル、クールかい、クールかい、クールジャポン。はい、始まりましたね、毎日更新祭りの3日目ということでですね、今日もやっていきたいと思います。どうですか、小声かい。毎日やるって決めたんで、それはあの視聴者の皆様のためにも、それは毎日更新していきますけど、真面目かい。はい、今ね、真面目キャラにハマってる。あと、クールキャラですかね、これはね。灰原哀ちゃんにハマってるらしいですね。はい、それではですね、今日は、質問祭り、マッセージューズ。はい、マッセージュコナンにかけましてということですね。今日はね、これ見てください。あの、すっぴんに見えますよね。すっぴんに見えますよね。これ、すっぴん風メイクということで、今流行ってるみたいなんですよ。あと、これもパジャマルックですね。パジャマではないです。あの、すっぴんとパジャマに見える、だけですよ。かわいい、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 かわいい。はい。ということでね、早速質問返しやっていきたいと思います。質問はね、ストーリーズ、インスタグラムのストーリーズで募集しましてね、皆さんたくさんの、質問いただきまして、誠にありがとうございます。あ、今、誠ちゃんだけに誠にって言っちゃいました。やりましょう。はい、それではやっていきたいと思います。早速一つ目の質問。お二人を漢字一字で表すとどうなりますか。なるほど、お互いを漢字一字で表してくださいということですね。僕はいっぱいありますね。愛もそうでしょう、恋もそうでしょう、宝もそうでしょう、希望の木とかもそうかな。一個には決められません。はい、まこっちゃんは、夢の皆無、無理、無残。はい、ムニエルの無ということでございました。ありがとうございます。次の質問いきましょう。お二人は私の憧れです。仲良しの秘訣は。はあ、そうですよね。僕たち本当にね、あの史上稀に見る仲良しカップルでございましてね、秘訣っていうと何でしょうね。まあ、毎日愛してるっていうとかはもちろんでございます。抱きしめあったりとかね、チューも毎日しますからね。とにかくそのスキンシップを取るっていうことですかね。諦めじゃないですか。諦めだと思います。相手に対して期待をしすぎない。まあ別にやっぱ人と人なんで、まあ、愛し合ったっていうね、そういうあのことは出てきて、もう真面目か、真面目か。その愛がね、いつまでも続くと。真面目か。ボケとね、ツッコミ、ボケとツッコミでやらせてもらってましてね、今度2人でね、M1 グランプリ出ようかななんていう話もしているんですよ。そういうとこはダメなんだ。はい、それでは次の質問いきたいと思います。喧嘩した時の仲直り方法。なるほど、そうですね、喧嘩をしたことがないので、これはもう想像の話になってしまいますけれどもね、謝るっていうのがね、まず大事じゃないですかね。誠さん、ごめんなさい。相手が泡になって消えたと思うことじゃないですかね。存在がなくなったって信じ込むこととか。バブリシャス、バブリシャス。はい、泡になって消すということでございました。はい、それでは、次の質問いきましょう。お二人はどこからが浮気だと思いますかということですね。これも難しいですね。なぜならね、浮気というものをしたことがないからです。だけどね、どうですか、これは人によるんですかね。どうなんですか、それって。そうです、まあ、ご飯を食べる、浮気とかについてはどう思うんですかっていう話で、そう、浮気っていうのはね、あの本当にですか、そうですね、あの本当に一時の過ちで、人間はね、あのそういった罪を犯してしまうこともあるかもしれません。だけど、あの本当に好きなのは、あの誠です。一時の本当に気の迷いと言いますか、すいません、今あのダニに噛まれてます。あのちょっとね、すっごい、あの歯が尖ったダニに噛まれてます。あの本当に謝って許されるなら絶対に謝った方がいいと思います。皆さんね、まこごめん、本当に、あの毎日更新祭り明日も続きます。